こんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、今日からはですね、はい、12球団、はい、優勝計画。いやー、まあ優勝計画は分かるけど、はい、優勝できないところあるよね、絶対もう。あります。うん、はい、あるから、もうそこら辺は端折りだな。やります。いやいや、まあやるけど、はい、やるけど相当厳しいよね。うん、そうですね、はい。で、優勝もちろんできないというところであれば、A クラス計画。あ、まあそれはあるな。はい。あ、その可能性は。ただそれも厳しいというところもありますんで、はいはいはい、そこはまあ適宜ということで、はい、まず今日はですね、セリーグ、パリーグセットでいきます。はい。2チームずつです。はい。セリーグは今日は巨人、そしてパリーグは楽天。お。で、前半戦終えたところで、セリーグのトップが今巨人と。はい。で、楽天は4位というところなんですけれど、はい、まずは巨人、はい、優勝をここから狙っていく、まあ、今首位なんですけど、まあ、バランスを崩さないことだな、まあ、今一番いいバランスでやってると思うよ、はい、うんうんうん、だからそのバランスが崩れるとちょっとガタガタと来る可能性はあるけども、はい、バランスが崩れなければ、まあ、そこそこ、うん、いけると思うし、このバランスというのは投打のバランスなのか打のバランス、投のバランス、それぞれ、まあ、両方ともだよね、うん、ただ、まあ、ピッチャーで言えば、うん、やっぱ菅野の体調で投げたりちょっと回避したり、はい、まあ、そういうのが前半にあったから、うん、まあ、ここら辺がローテーションを守れるとねいいけど、うん、守れなかったやっぱこう守れたら、うん、まあ、ある程度勝負になってくると思うよ、うん、菅野の投球から考えると、はい、でも守れないと若手だとまだやっぱ分かんないな。例えば井上温人投手、はい、今先発ローテ入ってますけれども、はい、これは後半もずっと守れそう。いや、だからそこら辺が分かんない。そこら辺はやっぱりしっかり守ってくれないと、はい、まあ、ちょっと困るよね。これ守れないとなった時に、例えばですけども赤星投手だったりとか堀田投手をその先発に短いイニングでも回すとか、うん、そういうことも、はい、考え、まあ、可能性はあるけどもね、うん、ただ赤星いいピッチングするんだけどなかなか勝ちに結びつかないっていうところもあるし、はい、まあ、戸郷、グリフィン、はい、山崎、はい、伊織で菅野、はい、この4人がしっかりしておいてくれれば、うん、他の2枚、うんうん、まあ、例えば赤星であろう、はい、か井上であろうか、はい、まあ、他にも若手がいるよね、はい、うん、だからまあそこら辺にチャンスを与えてもいいんだけどもさ、やっぱこうエース同士の戸郷が投げ合いに負け出したと、うん、いうなるとこれは苦しくなるよね。そうですよね。だから、まあ、そこら辺は俺はしっかり姿勢投げていくと思うけどもね、うん、で、まあ、中盤中継ぎ抑え、まあ、ここら辺はある程度怪我人がなければこのままの体制で、はい、多分しっかり投げていけると思うんだよね、うん、ローテーションの組み方っていうのがすごく重要になってくるかなという。お、じゃあ投手陣の中では先発ローテ、ここがキーになってくるんじゃないかと、うん、優勝するためには。だからね、エース対エースの投げ合いで戸郷はやっぱぶつけていくと思うんだよね、うん、はい、だからここら辺がやっぱ勝ってこないとやっぱ苦しくなるよね、どっちみち。そうですよね。この先発ローテが後半から変わってくる。まあまあ変えるわな。ああ、うん、そうか。これはどうなんですか、吉と出るんでしょうか。いや、それは分からんわ。いや、最初どこだっけ当たるのは巨人。ハマスタでまずは当たると、巨人は。でも東が最初頭に来ないんだよね、多分。オールスターで投げたから。投げても日曜日だよ。あ、ということは巨人戦の頭には来ないってこと。いや、だから戸郷との投げになる、また。ああ、そうなる。あ、そういうことになる。だから DeNA もおそらくローテーションはいろいろこう考えて変えてくると思うから、はい、まあ、その駆け引きもあるよね。そうですね、各チームそうなってきますね、うん、先発どういうふうに後半組んでくるのか、うん、ただやっぱりその戸郷投手であったり菅野投手が勝ち切っていくのかどうかっていうポイントになりますね。そうだよ。いや、だから、まあ、そこら辺が、まあ、金土日のピッチャーがね、はい、まあ、赤星、井上、はい、菅野、まあ、ここら辺だよな、勝負どころは、はい、ここら辺が2つに1つずつ取っていければ、うん、そ、5割でいってくれれば、はい、それはある程度優勝ができると。お、でも負けて勝てないようだとさ、ここに中継ぎ陣も
投入しなきゃいけなくなってくると、やっぱりリスクを伴ってくるから、結構あそこ、金土というふうに、きつくなってくるよね。そうですね。で、また菅野も完投能力があっても、完投させるっていうことは多分ないと思うんだよ。だから大体6回ぐらいまで、7、8、9はいるという。山崎よりグリフィンもちょっといるかもわかんないけど、山崎よりと戸郷、ここら辺が完投能力あるから、だからここら辺で中継ぎも休ませながらみたいなことができるといいけどね。そうですね、ただ本当に金土日はちょっと中継ぎも、ちょっと負担が多くなっていくのかもしれないようなかもわからないよね。そうですね、あとは打の方なんですけれども、打の方は、今非常にいいバランスでやってるし、吉川が丸とヘルナンデスの間に入ってものすごいいい仕事してるんだよね、だからここら辺のバランスっていうのはすごくいいんだけども、ただ校長の丸がいなくなると、怪我とかで、これはやっぱ一大事になってくるな。丸選手の代わりっていうのがもう、いないな、ないですよね、そうなってくると、だから もちろん誰の代わりもいないんだけども、それはね、一番は岡本が抜けたらそれはやばいよ、あれみたいな、得点源がガタッと落ちるからさ、だけど岡本のその状態とか、体の強さだとか、そういうのを考えるとね、そうでもないけど、やっぱりベテランの丸、これがやっぱ夏場にどう出てくるか、ここがやっぱちょっと心配なところで、前半はやっぱある程度打って塁に出て、結構な活躍したから、疲労とかいろんなことを考えるとやっぱ夏場持ってくれればいいけどな。そうですよね、でもし本当に例えば体力的に疲れた疲労ってなってくると、そのあたりをセンターをじゃあ外野手、例えば佐々木選手だったり萩尾選手だったりオコエ選手とか、1、2試合だったらね、なんとかなるし、長期離脱ではなかったら、なんとかなるんだよ、で丸も今年は多分いい、あのぐらいのこう実力者になってくると、ある程度もうコツは掴んでると思うんだよね、今年のコツっていうか、だからそんなもう大崩れもないし、だから本当に一番として機能していくと思うんだけども、それ怪我がね、やっぱ年齢的に来る怪我みたいな、疲労だとか、そういうのをやっぱある程度こう考えながら使っていくと、結構な確率で優勝がするのかなっていうような感じがするよね。あとはやっぱ後半から入ってくると言われている、ココ、モンテスと、あと、ここら辺はね、やっぱジャイアンツのその上の、例えば丸、吉川、ヘルナンデス、岡本、大城、で、坂本なのか、岸田なのか、ここら辺がもう固定になってるからある程度、でここで試すことができるんだよね、7、8番で、だから悪ければすぐ門脇とか伊豆口に変わればいいだけの話で、だからそこら辺は良ければいいなっていうような感じでね。たとえ悪くても、悪くてもすぐ変えればいいだけの話だから、だからここら辺はだから前半の時に準備が整ってるから、割と使いやすいと思う。そっか、無理くりにしな、ずっと使い続けなきゃいけないというわけではないですね。そういうわけではないから、だから、使いやすいと思う。でこれで良ければ、非常にいいし、悪かっても変えれるということ、じゃあそれによって特に打線が崩れちゃう、ここまでの勢いがなくなっちゃうというわけではない、あと坂本選手が後半どうですか、キーとしては。いい時に使えばいいし、そうだな、あんまり例えば率とか出なくてもサードでやっぱり使いたい選手使った方がいいですか、後半。いや、悪ければ使う必要はないよね、良ければ使ってもいいし、だからそこら辺はやっぱこうやっぱ技術を持ってるからね、だからそんなに心配しなくてもいいと思うけども、どういう扱いになるかね、だよね。そうですよね、ただやっぱ、坂本がいるといないのではやっぱ相手の警戒度っていうのも違うだろうし、だけど悪ければ、岸田の方が怖い時だってあるしね、だからここが良ければ6番ということに上がってくるかもわからないし、7番でスタートさせるっていうふうに言ってるけども、だけど良ければ6っていう確率もあるしね、だからここら辺はやっぱこう臨機応変にやれるだけのもうその準備は整ってるから、岡本をレフトに
持って行ったりだとかね、はい、まあ、いろいろしてるからそれはもうあんまり心配する必要はないと思うけどな、うん、これじゃあこのままいい状態を保っていけばこのままずっと首位キープのまま優勝はできそう。まあだからそのローテの若手がどう勝っていけるか、うんうん、あそこがずっと負け続けるんだったらやっぱ勝ったろくなるよ。それは B クラスになること可能性もいやもう十分秘めてるよね可能性はね、可能性は秘めてるけどただ前半戦の戦い方を見る限りでは、うん、そんなに大崩れはないだろうっていうような見方はできるけどね、うん、逆に独走っていうことは独走っていうのは今年のセリーグに関してはそんなないような気がする、うん、あじゃあ巨人独走っていうことは なさそうない、うん、やっぱり団子のまま団子のままもう本当にマラソンで言ったら競技に入ってからの勝負になるかなっていうぐらいのやっぱ接戦で最後まで行くのかなっていう最後トラックでのっていうことになりそうなんですか、ね、まあ、だからローテーションがすごく大切になるってそうですよ、ね、だからどこをライバルにするかによって、はい、ローテーションは決めなきゃいけないし、うん、でやっぱ競技場に入って、うん、まあ、あと 1,2 キロっていうようなところで、はい、うん、ローテーションをこう組み替えられるかどうかって、おそこにもかかってくるんですね。だと思うよ。まあそうですね、対戦相手と、いやだからもう本当に中6で回してたら中5にするとか、はい、ね、まあ、そういうこともやってくると思うし今年の場合は、うん、そしたらいつの時期にやってくるのか、はい、これも駆け引きとしては面白いし、うんうん、だからそうだな、まあそう考えるとドームの方が有利なんだけどね。まあ確かにそうですね、うん、日程がやっぱ安定してるのと、はい、やっぱ飛び飛びになってきてくれるということ、うんうん、後半に、うん、でいい投手を飛び飛びだったら優先的に使っていけるっていうこと、はい、もう外の球場で戦ってる人間、うん、チーム、うん、これはやっぱこう雨でやっぱこう流さないことだな。もうそうですね、苦しくてももうね、やることね、じゃないと本当に9連戦とかさ12連戦とかさ、はい、そうなってくるとピッチャーのやりくりが大変になってくるしさ。そうですね。そしたらなんかドームの球場は、うん、ね、あ今日2日空いてるみたいな。有利ですよピッチャー。いやだから有利に働くことは確かなんだよね。なるほど、うんうん、さあ続いてパリーグですけれども、パリーグは、楽天、はい、ですけれども、豊さん楽天がまあパリーグだとちょっと優勝っていうのは、はい、まあ、ソフトバンクがちょっと抜けてるのかなって、まあ、そうだな、だからまあこっから優勝を狙うって言ったら相当なハードルだよね、うん、そうなんですよね。だからまあ例えば2位を狙いに行くってなると、はい、現実味がものすごく湧いてくるんだよ。十分ありますね。2位だと今ロッテと2ゲーム差なので、まあ、そうだよね、はい、だからまあここら辺をどう戦っていくのか、うん、やっぱりこうローテーションというのは大切だし、はい、でピッチャーというのは、まあ、ある、うん、ちょっと手薄は手薄だよな、うん、だから、まあ、早川が絶対に負けないとか、はい、早川が投げた試合は絶対勝つとか、うん、まあ、岸も頑張ってるけど年齢的に来る、ね、衰えというのもあるだろうし、まあ、そうなったらリリーフ陣は絶対いるしね、はい、まあ、内、藤井、こういったあたりが本当に頑張らないと夏場、はい、A クラスっていうのはあるけども2位ってなると、うん、やっぱ相当やっぱこうエンジン全開でいかないとな。そうですよね、苦しいよね。やっぱどちらかというと打撃陣よりもその投手陣の方がやっぱり踏ん張らないとっていうふうにはなってきますかね。やっぱ質量ともちょっと足りない部分があるんで、うん、枚数的にもね、はい、まあ、そうなってくるとやっぱこの夏場はきつくなるよ、うん、だそれだけに早川がやっぱ頑張らないとね、はい、これ本当早川投手がちょっと体調だったりとか疲れで抜けたりするともういやそれはもう結構厳しいけど、まあ、早川だけじゃなくてやっぱこう前半支えた藤井とかもね、はい、やっぱどこまでこの夏場を乗り切っていけるのか、うん、まあ、ここら辺が一つのポイントだとは思うけどね、うん、バッター陣野手に関してはどうですか。この2位までに入る A クラスに入るにはここから、まあ、でも浅村がね、うん、やっぱ上げてきてるし、はい、まあ、阿部もいいしね、うん、で大郷、辰巳、はい、まあ、ここら辺 の左バッターもいいし、う
あと鈴木大地、小福ちゃん、はい、まあそれ考えると、まあそこそこのつながりは持っていけるんだよね、うん、あとはやっぱ足が使えたりだとか、そういうことだよね。あ、はい、うん、と思う。あの交流戦の時の、まああのまあ、セリーグが相手だったというのもあると思うんですけど、ああいった勢いというのはこの後半どこかでまた見られたり。いや、なんていうの、交流戦明けに少し失速はしたんだけど、はい、ちょっと取り戻したよね、あの最後で、はいはい、あとはね、やっぱフランコが一つのポイントになってくるかなっていう。楽天はじゃあフランコ、はい、この選手が打つとやっぱ強いな。それとこの選手がまあ、例えば6番なり7番に入って打ち出すと、やっぱり1番に戻ってくるとやっぱ小郷が待ってるから、はい、だからいい打線のつながりには にはなってくると思うよ。フランコがちょっと打線では鍵を握りそうな、うん、まあ浅村とか阿部とかやるとしたら、うん、やっぱフランコ、あのエスコンではめちゃくちゃ強いんだけどさ。そう、打つんですよね。エスコンでは強いんだけどさ、いやだからああいう形のバッティングがどこでもできるようになってくると、うん、まあ楽天も2位っていうのはあるよね。逆にじゃあ楽天がもし A クラスに入れないっていうことになるとすると、何で入れないっていうことになってきますかね。やっぱ投手陣だな、やっぱ特に中継ぎ陣、うん、まあ抑えは則本がしっかりね、うん、まあ、やってくれてるから、うん、やっぱ中継ぎ陣が、酒井が頑張ってたり、はい、頑張ってるけど、まあ、渡辺とかも安定した力を出していかなきゃいけないし、やっぱそこら辺がやっぱ頑張らないとな。そうですね、うん、まあ、夏場以降苦しくはなってくると思うので、疲労も暑さも、まあ、ある程度ね、点取ることに関しては、あ、今井監督はうまいと思う、うん、はい、まあ、それと全体的なバッティングの状態っていうのは上がってきてるから、うん、楽しみなんだ、うん、ただやっぱこう投げ手だよね、うんうん、投げ手がやっぱ頑張らないと。そうですよね、うん、やっぱどうしても苦しいと思う。さあ今日の優勝計画、そして A クラス入り計画、セリーグは、巨人、そしてパリーグは楽天をお届けしましたが、はい、次はまたセットパの両チーム1チームずつになるので、はい、ちょっと楽しみに待っていてください。はい。